皆さんこんにちは。今回はですね、普段仕事でデジタルダブルとか作るときはスキャンがあったりリファレンスが大量にあったりしてですね、結構簡単にできるんですけど、まあ呼吸体から始めるなんてことないんで、リハビリ的な感じでね、リファレンスなしでやってみました。まあ本当はプロとしてやっちゃいけないことなんですけど、いやまあ最初ひどいですね。いやでもみんなこんなもんですよね、始めるときって。実はですね、これ男性を作るのか女性を作るのか決めてません。ファイル名なんかもね、Face01 なんてね。で、まあやってる間に楽しくなって終わりまで持っていったというところです。なんか今のところ男性っぽいですよね。で、まあ、目の位置が高すぎるっていうのもあって、いろいろと調整してるんですけども、本当に何も見ないでやってるんで、顔ってどんなんだっけかなーなんて思いながらやってますね。ああ、目のところ気になる。ああ、そう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 。でまあここまで来たら本当に微調整ですよね。というよりまあ耳がでかいというか位置が高いというか、まあこの時点で多分もう女性って決まってるんでしょうけど、まあですね、耳のディテールを作りながら、あれちょっと大きいかななんて思ってやってると思うんですけどね。こういうところって、あ、鼻とか、これは首の下の方までやってるんですけど、これそこまで多分この時点でやらないだろうと思ってて適当にやってます。目の位置をずらして、多分これあのヒストリーなんで、あの画面がぐるぐる回ってないんですけど、多分やってる本人はぐる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 回しながらいろんな角度から見てます。だんだんなんかちょっとアジア人っぽくなってきてみたり、僕これ最初目を閉じて作ってるんですけど、今は目開けましたね。その目を閉じて作った方が位置とか調整しやすかったり、形とか分かりやすかったりするんで、こう穴が開いてるとね、ちょっとやりにくかったりするんで、で最後に目の穴を開けてやりますね。でまあこの辺になってくると、あとは、あ、おでこでまあ何も決めてないんで、いろいろと形をこねくり回しながらやってますね。でだんだんできてきたなと思ってきたら、この時点ではまだね、トポロジーもめちゃくちゃなんで、もう以前作ったモデルを持ってきて、それでだいたい形を合わせてプロジェクションをしてディテールを写してあります。はい、で一旦できたらモデルを外に出して、このテクチャリングの方やってみます。これですね。はい、で最初に作るのはヒューマンチークスキン、これ全部マスクでやってますね。でバンピースキンを足して、でシンスキン、毛穴ですね、入れて、それでシワを足して、で今度は向きのあるシワですね。あ、シワとかは手書きでやってます。で今度はカラーですね。でベース赤、青、黄色。それから、血管ですね。で、それから、毛細血管。で、紫のちょっとくぼみのところに足して、あとは毛穴とか、あとは軽くしたり、あとは、ほくろ。あと、サンダメージ。それから、唇。で、こんな感じです。で、次はお化粧ですね。まあ、あまり詳しくないんですけど、ファンデーション、ハイライト、チーク、アイシャドウ、濃いめのアイシャドウ。それから、アイライナー的なものを、まあ、眉毛にも使ったり、あとは口紅やって、お化粧はこれで終わりで、テクチャーはこんな感じです。はい、ではモデルを前に持ってきて、であれほどねやった顔をまた変えるっていうね。はい、でセーターを作って、目を足して、でイヤリングを作って、で、あ、入れ歯もあります。入れ歯じゃないけど、で眉毛を生やして、でまつ毛を生やして、で産毛を作って、それからセーターの産毛毛を作って、で髪の毛を生やす、もう一回、で最後にもう一回、でこんな感じです。ではファイナルレンダーの方を見ていきましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらコメント、評価、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。